グレーシャー国立公園はブリティッシュコロンビア州に7つある国立公園の一つで1886年に設立面積は1349平方キロメートルを占めコロンビア山脈の一部を含んでいるまた園内にはロジャーズ峠国定史跡がある公園の歴史は2つのカナダの重要な交通路1885年前通の カナダ太平洋鉄道と1963年、開通したトランスカナダハイウェイとをしっかりと結びつけている。公園の中心に位置する峠は1881年まで探検家を拒み続けた。鉄道は観光客を呼び込み、グレーシャー国立公園の設立と人気のあるアルプス風のホテルをもたらした。公園内の陶器における 大量の積雪となだれの巣と化した険しい渓谷は、交通における、著しい障害となり、数多くの鉄道技術者と、なだれ対策施設を必要とされることになった。園内には、高い山岳に、巨大な氷河、そして、カナダで、最大級の小乳洞が存在する。深い森は、大型哺乳類や野鳥、高山植物を育んでいる。 この地域は大量の積雪で有名でもある。園内には遊歩道が広範囲に張り巡らされ、キャンプ場が3カ所、小屋やキャビンが4カ所にある。領域を2分する交通路により、グレーシャー国立公園には多くの観光客が訪れる。セルカーク山脈がヨーロッパ人によって最初に記録されたのは1811年にコロンビア川を探検していた北西会社の探検家。 デイビッド・トンプソンの手によってだった。彼は、ネルソン提徳にあやかって、ネルソンズ山脈と名付けたが、後に商売的であったハドソン湾会社の重役、トーマス・タグラス・セルカークにちなんで解明された。カナダ太平洋鉄道の建設が始まってから、セルカーク山脈を越えるルートを見つけ出すことは、最優先課題となり、また、鉄道の完成は、 ブリティッシュコロンビア植民地が1867年に実地領カナダへの加盟する条件の一つだった。1865年、CBR の測量技師、ウォルター・モバリーは、イルシルワと川を遡上する遠征を率いた。モナシー山脈のそばを通り抜けるイングル峠を発見したばかりだというのに、モバリーは、タンジールクリークの急流に道を阻まれ、セルカーク山脈を越える。 峠の発見に失敗した。モバリーの探検隊は季節の遅れによって再調査に着手できず撤退を余儀なくされた。アルバート・ボーマン・ロジャーズ少佐率いる探検隊が1881年にイルシルワと川を遡上し通行可能な峠を発見した。ロジャーズは300超えルートを探し出した鉱石により5000ドルもの賞金を得た。1885年。 CBR はロジャーズ峠を通る鉄道建設を完了し、カナダにおいて初めて列車が太平洋に向けて西へと走行することとなった。連邦政府と CBR は即座にこの山脈の極度に氷河で覆われた地域の観光価値に気づき、1886年にグレーシャー国立公園を設立した。同年に設立された養蜂国立公園に加えて、 この公園は初期に設立された万福国立公園に続き新たな公園システムのちょうど二つ目となった。1909年のグレイジャーハウスロジャーズ峠に至る路線はあまりに勾配が急なため CBR は食堂車の運用を断念し1886年に峠の西側へホテルを建設した。 同年に全く同じフロアプランで建築された、養蜂国立公園のマウントステファンハウスを含む、カナダ中に設けられた CPR 所有のホテルの一つとして加わった。イルシルワと氷河の末端近くに建てられたグレーシャーハウスは、セルカーク山脈における、観光、登山、氷河研究、撮影の中心となった。ホテルは1905年と1911年の2度、増築され、 20世紀の変わり目におけるカナダ西部で一級の観光スポットとみなされるようになった。ホテルは世界中から登山家を引きつけ、その標高のために登山者は部屋を出て数時間のうちに鉱山へと分け入ることができた。1899年、CBR は高山地帯に向かう山にあまり詳しくない観光客向けにスイス人ガイドを数名雇い入れた。 グレーシャーハウスの時代を通じて、園内の数多くの未踏方が征服されていった。ホテルは高山環境の研究を絶望する、博物学者や科学者をも引きつけることとなった。メアリー・ボー・オールコットと弟のジョージにウィリアム・ボーは、この地域を幾度となく訪れ、イルシルワと氷河の最初の科学的研究を開始した。グレーシャーハウスは、アメリカ登山協会の歴史家、 ウィリアム・ローエル・プットナムにより北米における最初のアルピニズムの中心とみなされた。最初の20年のうちにヨーロッパとアメリカのプロ登山家が殺到するのを見ることとなる。ウィリアム・スポッツウッド・グリーンは CBR の路線沿いにあるピークが有する波外れた登山の可能性に言及した最初のヨーロッパの登山家である。グリーンとヘンリー・スワン・ジーは1888年の 下記に、ボニーやアマトグリーンズピークを登山することで主要な、ピークの最初の登頂記録を作った。イギリス人登山家のハロルド・トップハムは、1890年に、ホックスさんを含む数多くの初登頂を成し遂げ、彼は後に、ヘンリー・ホスターとスイス人登山家、エミール・フーバーとカール・ズルツアーを加えて、公園南部のピークを探索した。フーバーとズルツアーは劇的なサードナルド山の、 初登頂も成し遂げている。地図制作者、登山家で、カナダ登山家クラブの設立メンバーであった、アーサー・オリバー・ホイーラーは、グレーシャー・ハウスを1901年に訪れている。これを契機に、セルカーク山脈北部との30年に及ぶ関係が、始まり、ホイーラーはこの地域の地図を作り、大量の地理学資料を交換し、公園内に存在するほとんどの地勢を探検した。彼の名は、 シルシルワとキャンプ場にある ACC のハットに冠せられ、また、園内のピークや峠にも、彼の名が付けられたものがある。アメリカ登山協会の初代会長であった、チャールズ・アンレスト・ファイ教授は、1890年代に、公園を訪れた後、開始に、飛行文を寄せている。1900年代には、園内のほぼ全てのピークに人跡が刻まれることとなった。1910年、 ロジャーズ峠なだれの犠牲になった同僚を救出しようと試みる CPR 労働者1886年の最初の冬の訪れを迎えて CPR にとってロジャーズ峠の多量の降雪が重大な障害になることが明らかになったなだれから線路を守るため至るところにスノーシェードが築かれているしかしこのシェードは木製だったため夏の間に火災の原因となり 結果として、下記専用の路線が引かれることとなった。1910年、なだれのデブリの除去作業を行っていたところを、アバランチ山脈から別のなだれが襲い、62名の死者が生じた。このなだれによる死者の半分以上が日系人だった。1886年から1916年にかけて、全体で200人の鉄道職員が殉職している。1912年、 CBR は敗北を認め、峠とマクドナルドさんの地下に8キロメートルに及ぶトンネルの建設を開始した。この混濃とトンネルは1916年に開通した。この新トンネルはグレーシャーハウスを沿線から外すこととなり、鉄道客の喪失はこの有名だったホテルの息の根を止めることとなった。1925年にホテルは閉館し、その4年後に取り壊された。 その後30年間、カナダ登山家クラブのサマーキャンプを除き、訪問客はわずかでした。この時点まで、コロンビア山脈を横断しようとする自動車は、コロンビア川上流部の大きな北体の屈曲に沿って、走る遠回りなビッグベンドハイウェイを使わなければならなかった。コロンビア川条約によって締結された谷筋の大規模な治水事業の遂行のためにも、新たなハイウェイルートが必要とされていた。 1963年には、ロジャーズ峠を越えるトランスカナダハイウェイが完成し、大勢の観光客を公園に取り戻した。パークスカナダは新たに複数のキャンプ場を設置し、遊歩道を拡充した。宇宙から見たグレーシャー国立公園公園は、コロンビア山脈の始脈である、セルカーク山脈の北部を占めている。園内には、数多くの氷河と広く急な河川がある。 公園は二つの主要交通ルートである、トランスカナダハイウェイとカナダ太平洋鉄道によって二分されている。最寄りの町は西がレベルストーク、東がゴールデンである。園内唯一の居留地がロジャーズ峠のサミットにある複合施設である。コロンビア山脈はブリティッシュコロンビア内陸部の高原から隆起し、ロッキー山脈トレンチのある東部へと伸びている。 近くのカナディアンロッキーとは、地質的に区分されており、山脈は4つの部分に分けられている。氷河は、セルカーク山脈の北部に広がり、パーセル山脈北部では狭い帯状に分布する。公園の地形は様々で、東部、北部、西部では、丸い形状の山並みが、南部と中央部では鋭く切り立ったピークが見られる。ホイラは、1901年と翌年にかけて、 固定点と写真を用いた複雑なシステムを使って園内の大半の山の標高を計測した。20世紀初頭にはこの地域はカナディアンアルプスと呼称されていた。3名の大半は冒険家や測量士、登山家、そして鉄道会社やハドソン湾会社の重役といった歴史的人物に由来する。主要なピークと山地公園の最高峰はドーソ村山で、 標高は3377メートルである。ハーミット山地やボニーとボストックの連山、バン、ホーン山地、ピュリティ山地、ドーソン山地、そして切り立ったサードナルド山地のピークは、すべて公園の一部を成している。イルシルワと氷河公園には、面積が0.05平方キロメートルを超える、氷河が131カ所あり、公園の133平方キロメートルを占めている。 歴史を通じて、北米は幾度と表記を迎えており、表現は大地の上で慎重と宿体を繰り返した。最終表記は1万2000年前に終わったが、公園の後方はすべて氷に覆われていた。氷の流れは、園内の切り立った有字国を削り出している。また、その動きは、比較的低いピークを丸くし、その影響は、公園の西部の山地で顕著である。 園内の氷河はすべてが交代し縮小している。また、ここは北米で最も研究された氷河でもある。公園の氷河は20世紀最後と21世紀初頭にかけて劇的に面積を縮小した。氷河の面積の計測は1900年代に、ボーイッカと英王ホイーラーによって始められ、現代的な測定は衛星写真を用いて1980年代に、 サイモン・オマニーによって行われた。園内の氷河に対する正式な記録は引き続き実施され、最近では2011年に更新されている。最新の記録によると、2000年から2011年にかけて氷河の面積は19.4平方キロメートル。ハイウェイと鉄道に近いことから、イルシルワと氷河は訪問者が最も多く、撮影もひっきりなしに行われている。 かつてはグレート氷河として知られており、1886年から1925年にかけてのグレーシャーハウスの時代には主要な観光スポットだった。氷河の末端はかつてはグレーシャーハウスから歩いて簡単にたどり着けたが、現在は山腹の高みに交代している。氷河の新井部は南に向かって遠く広がり、激氷河を生み出している。 大半の大規模氷河はトランスカナダ回廊の南にある。その他の大きな氷河はダビールやドーソン、アスルカン、ビショップス、ブラック、ダンカン、グランド、そしてアバランチといった産地に見られる。公園の氷河は様々は外見を持ち、高所では滑らかで一体だが、斜面ではクレバスによりひび割れ、谷底でデブリと共に黒くなっている。夏にはほとんどの氷河が赤く染まる。 これは様々な雪草類が成長するためで、ウォーターメロンスノーと呼ばれている。公園内のすべての水流はコロンビア川水系の一部である。公園の河川は急流で氷河を源流としており、峡谷を侵食している。河川は粘土と岩菜を運び、往々にして乳白色を呈する。夏季には顕著な日変化を見せ、午後に。 雪氷の誘拐がピークに達すると増水して、水深が最も深くなり、夜間に気温が下がるにつれ、顕著に低下する。主要河川には、イルシルワト川やビーバー川、そしてインカマップル川とダンカン川の上流部があります。大きなクリークや小川としては、マウンテニアクーガー、バトルなどがある。ビーバー川とイルシルワト川はしばしば氾濫を起こし、 1983年と2012年の洪水ではハイウェイと鉄道に被害を与えている。イーグルピークとウトピーク、サードナルド山、セルカーク山脈北部の地質は北アメリカ西部の地勢を形作った凄まじいプレート運動による変化をまざまざと見せつけている。ブリティッシュコロンビア州の大部分と同じくこの地域は1890年に活動的な 測量技師であり、地質学者のジョージ・マーサードーソン博士によって、最初の研究が行われた。最初の地質図は1900年代に、AO ホイーラーによって作られ、1970年代に、ホイーラーの孫であるジョン・ホイーラー博士により、地上と空中からの広範な地質学的調査に基づき、編纂されている。ロジャーズ峠では、軽岩とスレート層の露頭があり、 この産地が6億年前には広大なシルトの大陸砲の一部であったことを明らかにしている。1億8500万年前には西から一連のプレート運動が始まり、シルト層を折り曲げて圧縮し、一部を地下深くに沈め、一部をセルカーク山脈の高所へと持ち上げた。サンゴなどの有機生命体が残した石灰は圧力を受けて石灰岩になり、クルガーガー地区で見ることができる。 大理石の岩脈は後方の変成岩の中に存在する。侵食と氷河の影響は継続的に山頂部を削り落としているが、地下の岩盤の圧力は引き続き一帯を髪型に押し上げている。地質学者はコロンビア山脈の岩石をグループに分類し、そのいくつかはセルカーク山脈北部に分布する。スレート層はホースシーフクリークとラーデューグループに 軽岩はハミルグループ、石灰岩はバッドショットフォーメーションの一部で、一方、変成岩はシュスワップ変成コンプレックスに分類されている。園内の石灰岩層はクーガー川による水の侵食を受け、泣きも洞窟を形成した。最初に発見されたのは1907年のことで、はじめはクフの洞窟とよ。この6キロメートルに及ぶ長大な洞窟群は、 カナダ最長である。石灰岩は崩壊し、川に含まれる炭酸により軟化している。川水には氷河の作用によって生じる破砕岩が含まれ、これが岩内に新たな水路を削り出している。洞窟にはムーンミルクとして知られる珍しい物質の大規模集積が見られる。これはバクテリアにより無傷で保たれた炭酸カルシウムの沈殿物である。洞窟の環境は 変化に敏感で、初期の観光客によるダメージのため、パークスカナダは洞窟を封鎖し、対処のしっかりしたグループと経験のある洞窟学者にのみ、入場許可を与えている。ロジャーズ峠に現れたコロンビアジリス、グレーシャー国立公園は、西部の渓谷の藩もする温帯高雨林から氷と岩に覆われた光涼とした高山地帯、そして、 東部境界の乾燥したもみの木の森林に至る様々な植生を有している。ブリティッシュ・コロンビア州の植生地理気候区分のうち4つが公園内で見ることができる。内陸部杉、津賀、エンゲルマン頭皮、ミヤマバルサムもみ、東端部の内陸部、ダグラスもみ、そして上部の鉱山ツンドラである。パークスカナダはこの区分を鉱雨林、高雪林、無林帯とみなしている。 公園内の動物種は、カリブーやグリズリーのような大型哺乳類から、ステラアカケスやイヌワシなどの鳥類に至る。公園西部の渓谷には、濃い仮想植生を伴う深い高ウリンが広がる。イルシルワトなどの幅広い谷には、珍しい湿地環境が広がり、座禅草や、毒ゼリーなどを見ることができる。湿地帯の外では、谷底を、ベースギアアアメリカシロマツ、アメリカツが、 ダグラス杉、白樺が覆っている。地表部で見られる種としては、デビルスクラブやブルーベリー、コケやシダ類などがある。中高度域では、アコーザン体が現れる。この森は、エンゲルマン頭皮や、マウンテンヘムロック、ミヤマバルサムモミが見られる。仮想植生は、シャクナゲとベリー種が濃く繁茂し、コケや、地類が厚く、地面を覆っている。より上の高度域では、 この森林は草地に変わり、勢いよく繁茂する草や干木、高原植物に覆われている。公園の植物学者は、園内で546種の喧嘩植物を同定している。7月末から9月中旬にかけて、高山植物が開花しめを見張る光景を形作る。この高原の草地は、やがて高涼とした高原ツンドラに移り変わる。土に乏しく降雪は課題で、 気温は低く極めて短い生育の季節は、丈夫なスゲやヒース、チール以外の双本を排除する。グレーシャー国立公園の豊かな森は、数多くの動物を育み、公園のスタッフは定期的に調査している。園内には53種の哺乳類が確認されている。クマは、降雪体を支配し、ベリーが豊富な流れ跡は、アメリカ黒クマとハイログマの両種にとって、 重要な食料源となっている。双方とも陶器は深い巣穴に引きこもって過ごす。他の肉食獣としては、クズリ、ピューマ、カナダオヤマネコが生息する。白岩屋木はグレーシャー国立公園において最もありふれた夕日詰め類であり、1985年の調査では、園内の鉱山や谷合いに300頭が生息していた。トナカイは、 公園内の特定の谷筋を移動し、ワピチやミュールジカ、オジロジカオデッコイリアスバージニアナスは、至るところで見つけることができる。冬の豪雪は、ほとんどの夕日詰め動物を、園内から、近くのロッキー山脈トレンチやコロンビア渓谷などの、定地へ移動させる。公園内では稀にヘラジカも見られる。定地の森には、数種のリスが生息し、鉱山には、 ナキウサギやシラガマ、モットマーマタカラガタ、アメリカテマーテスアメリカーナなどの哺乳類が生息する。公園では235種の鳥類が観察されているが、大多数は渡り鳥で、夏の間しか見かけることはない。年を通して見かける重鳥は30種しかおらず、キツツキやイノワシ、フクロウ、渡りガラス、ステラーカケス、アメリカキクイタダキ、レグルスサトラパなどである。 時折、松の木ヒワが予期できない大繁殖を繰り広げ、数十万もの大群に成長することがあるが、翌年には消え去ってしまう。メキシコカーガラスが公園内にある数多くの滝で餌を漁っている。イルシルワとキャンプ場のそばにあるアーサーオーホイーラー小屋に降り積もった、積雪内陸の湿潤ベルトに位置するため、降水がこの地域の環境を決めている。公園は、 太平洋からの断湿機械と寒冷で乾燥した大陸の気団とが出会う二つの優勢な気団の狭間に位置する。湿った空気はコロンビア山脈にぶつかり、上型に押し上げられる。その結果、特に冬の間に多量の雨と吹雪をもたらす。アコウ山帯の都市平均降水量は1995ミ、mm、リメートルに達する。これが、 公園の高高度帯を覆う広大な表現と氷河の生成に寄与している。ロジャーズ峠では冬の間に積雪が17メートルを超えることがある。公園の東端のパーセル山脈に沿った地域は雨影であり比較的乾燥している。この地域は極端な地形のため気温と天候の面で幅広い変化を見ることができる。セルカーク山脈における冬の気温は 東のロッキー山脈の同一、高度帯と比べて温暖であり、夏の平均気温は10度台に達する。雪の多いロジャーズ峠を通るトランスカナダハイウェイを管理することは終わりなき戦いである。パークスカナダは、ハイウェイをできる限り通行可能な状態に保つために、州の道路管理スタッフやカナダ陸軍と協力している。公園スタッフは調査と予報の二つの役割を担って、 積雪心を調べ、雪崩の可能性を予測し、カナダ軍は制御下に置いた雪崩の引き金を引く。王立カナダ景気兵連隊が、ハイウェイ沿いに設置された、円形砲台に設置された 105mm 榴弾砲を操作する。ハイウェイは閉鎖され、公園の予報官によって同定された位置に砲弾を打ち込み、小規模で制御下に置かれた雪崩を生じさせる。マクドナルド山公園には、 毎年400万以上の訪問者がやってくるが、そのほとんどはトランスカナダハイウェイを通り抜けてしまう。約15%が停車し、公園の施設を利用する。乗り物を降りて、公園を楽しむ訪問者の3分の2はカナダ国外から訪れている。公園には1 4 0トルに及ぶハイキング用の遊歩道が整備されている。パークスカナダの事務所と、 ロジャーズ峠ディスカバリーセンターがロジャーズ峠にある。グレーシャー国立公園とレベルストークさん、国立公園のための開設プログラムはこのセンターをベースとしている。そこには、シアター、鉄道模型の展示ホール、自然史展示と生物標本、そして書店が設けられている。公園内にはキャンプ場が3カ所ある。イルシルワトが最大でより小規模なキャンプ場が、 ループブルックとサードナルドにある。これ以外に未整備のキャンプ可能エリアが5箇所設けられている。公園とカナダ登山クラブは未整備ゾーンの利用者のために4つの登山小屋を管理している。アーサー・オー・ホイーラー小屋は最大かつ最古でイルシルワとキャンプ場の近くにある。アスルカンハットはアスルカン峠の標高2100メートルの地点にあり、サファイア・コルハットはザ。 ドームのそばの避難小屋である。そして、ビーバー川渓谷にあるグレーシアサークルキャビンは公園南部を訪れる際の拠点となっている。いずれのキャンプ施設も当器には管理されていない。ありがとうございます。